修行中にふと思ったんだがよ、いい素材を使った料理ってのはそれだけでうまいだろ。ならカップヌードルにとびきり上質で新鮮な具を乗せたらどうだろう。極上になるはずだ。そこでだノクト、お前が一番好きな具は何だ。ああ、わかる。ダイスミンチはカップヌードルの要とも言える存在だ。その常識を覆す最上級の肉を探すんだな。いいぜ、俺は大歓迎だ。そうと決まれば実践あるのみだ。ダイナーで情報を集めるぞ。はいはい、付き合えばいいんだろ。いらっしゃい。何か召し上がりますか。ありがとうございました。またどうぞ。いらっしゃいませ。何か飲まれます？ありがとうございました。またどうぞ。情報屋ってすごいね。聞けば何でも出てくるじゃん。先分野に特化した。
無事に着いたな。やっぱチョコボくせえな。よろしく。これ囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。俺だってやるときはやるよ。イグニス任せろ。どこに落とされたか。マクロ、うまいことやるじゃねえか。はいはい、行くぞ。あ、よを着た方がいいんじゃないか。風引くなよ。
さてどうする。情報屋が言ってたのはこの辺りだ。おい、あれ見ろ。あんなところにも作られたのか。様子見てく。バカみてえにでけえな。行くぞ。負けられねえ戦いだ。これ逃げたら取られるやつだ。いや、厚切りのチャーシューにぴったりだ。噛み切れんのかこれ。あとは作って食うだけだ。昼めに行こうぜ。なっ、よし、着いた。
今日は野宿ってことで。またケンティアナ映ってんな。実際食ってみて改めて実感したぜ。カップヌードルはすげえよ。ああ、もうすでに完成されていたな。肉、卵、エビ、三つが調和しねえと、どれか一つが飛び出たってダメだ。俺、次からもっと美味しくカップヌードルを食べられる気がする。だな、俺も。